皆さんこんにちは、くるくるクールです。今日もマリオメーカー早速遊んでいきたいと思います。今回もですね、世界の難しい注目コースから選んでやっていきたいなと思います。最初はビープビープイージーエディットタイガーさん、クリア率 6.52% のベストタイムが1分18秒、約80秒、そこそこ長くて長めのコースですね。どんなコース？あの下は取れないのかな。なんとこれは演奏系か、違うの？あ、もうダメージ食らっちゃった。これやばいんじゃないの？待って、どっかで補充が欲しいよ。はい。いや、普通に難しいよ、この演奏系コース。ファイヤーとか、地味に当たりますしね。あ！やられた。この地区は早く乗らないとダメか。危ない、結構ギリギリ。お、中間。羊でパーパーするとこんな鳴き声になるんですね。切なかった。間に合った。また挟まれるかと思ったわ。よかった、なんとかゴールできたわ。普通に難易度高いコースでしたね。で、これ何の演奏だったんだか分かる方ぜひ教えてください。私ちょっと初めて聞いたんで分からないんでね。クリア率下げちゃったかな。2回やられちゃったな。2回ぐらいだったら大丈夫かな。ビープビープイージーエディットタイガーさん、ありがとうございました。次のコース遊んでいきましょう。はい、お次はこちらのコースですね。ハクノンさん、一発勝負30、13% のクリア率となっております。できれば一発クリアしたいけど、こういう一発勝負とか書いてあるコースはだいたい一発クリアはできないんですよね。はい、クリボーが、どっちかのクリボーが鍵を持ってるってこと？あ、やばい。これ積んだんじゃない？なるほど、そういうことか。OK、わかりました。まずこいつを出すじゃないですか。で、うまいタイミングを見計らって、投げて、うまくクリボーを倒して、鍵を取ってきなさいよ、この野郎っていうことでしょう。了解。OK、わかりました。一発勝負。4回目のチャレンジ、いいのかな。ここです。畜生めー。ラウンド5、ファイト。畜生めー。ラウンド6。やった、よかった、取られた、取ることができた。意外と難しいね、ボム兵の爆発するタイミング。今までずっと何回も爆発させてきたのにさ、こんなに苦戦しちゃうんですよ。あの下にベルトコンベアがあるだけで、新しい意外な発見でございました。一発勝負30、白野さん、ありがとうございます。はい、それでは次のコースを遊んでいきましょう。
はい、お次のコースはこちら遊んでみます。ブリーチボーザーズディフェンシーズ、クレイさん 8.47% 2分51秒長、やばいね。クリアできるかな、結構心配だ。でもクリア率は高いから大丈夫かな。なんだこれは、何パターンかルートがあるって。上にも行けるのか。はい、行ける。どうなってんの。はい、本当にいける。あ、いけた。あ、いけそう。あ、まだ上がある。はい。待って。まあ、ファイヤーとかプロペラとか見えて割と飛びたいよ。どっちから行くにしても。あ、これでいいかな。あ、プロペラは行っちゃったか。なるほどね。いろんなパターンのルートがあるのかな。ここでトゲメットを補充したら中身は、ファイヤーか。なるほど、これはこっちを壊してやるよと、そういうことでしょう。勝手に振っとけばどんどん穴開けてくれそうにも見えるけど、あ、ダメ。はい、ちゃんと爆発させないとダメ。いや、よく考えたらヒットロップでも壊せるやないかい。っていうか、このままどんどん進んでいけちゃいそうな気もするんだけど、やばい。ここでダメージを食らうのは非常にやばい。やられるかい。次はじゃあ別ルートで進んでいってみましょうか。あー、でもメットとキノコはいただいて行こう。下から。次はもしやられたら一個上行ってみましょう。うわー、なにテレサ、それは聞いてないって。あ、キノコ補充はありがたい。よいしょ、ここでトゲゾーメットと、ほい、おお、助かったぞ、うまく助かったぞ。中間発見ありがとうございます。でっていう、はい、じゃあでっていただいていくよ。お邪魔します。さっきのルートだと中間はなかったね。そういえばね、あのカメッコを倒せばいいのかな。でっかい方違うのかな。あ、鍵取った。でっていう、でっていう、乗りたいけど、あ、乗られた。よし、乗れた。はい、お邪魔いたしますからの次は、おお、びっくりした。なんかこれはパウを持っていった方が正解な気がする。はいはい、これでクッパに直接ぶつけちゃうか。ぶつけられるかな。ダメだった。よし、逃げよう。逃げるが勝ちでやん。ダメ。はい、しまったぞ。パウをクッパにぶつけられなかった。これ戻れるかな。戻って補充したいな。一応ね、これで倒せなくもないけど超めんどい。どうしよう。戻ったらパウって復活してるのかな。復活してると信じて扉、あ、こっちか。お邪魔します。復活してるよねパウ。あ、っていうか土管からいくつでも出てくるタイプか。縮小、油断した。違う、仕組みをよく分かってなかった。あ、くそー、そんなところからプクプクが出てくるかい。あれ、避けられたよ。うまくないっすかあいつ。よいしょ、待って、デッティーに乗って、とりあえずデッティーは大事。弾よけとしてデッティーは大事。これまだ登っていける。しまった、これ以上上には、しまった。どんどん足場がなくなっていく。こっちの立場が悪くなっていく。中身はさ、はい、上にあるのは何にもない。まあいいや、こっちまで来ればでもデッチューとパウとトゲメットを補充できる。あ、ファイヤーもあった。これは勝ちゲーでしょ。はい、勝ちゲーでしょとか言っといてやられまくってるけど、早くトゲメット落ちてこないかな。次ファイヤー補充、オッケー。あれっていうか、あそこでクッパ勝手にはまってない？もし、あ、面白くないですか、あのクッパの動き。はまってますよ。ざまあ見ろ。オッケー。で、デッチューに乗ったら、赤扉どこにあるんだっけ？よいしょ。鍵付き扉はどこ？あ、こっちか。よかった。これでゴールかな。オッケー、ゴール。最初のルートどこから行ってもクリアはできるんでしょうけど、上より下の方が簡単でしたね。よかった。うるさいよ、ですこの音楽。はい、よかった。ブリーチ、あ、
マニベストタイムやったぜ、いいね。そして次のコースに行きましょう。はい、お待たせいたしました。お次はこちら、超鬼畜コース 6.74%、 クリア率は高いですね。ベストタイムも31秒、そんなに長くないと思うんですが、どう鬼畜なんでしょうか。遊んでいってみましょう。まずは畜は丸々があって、あとは、はい、鬼畜だー。いや別に鬼畜じゃない。うん、どういうこと。はいはいはい、あれかな、もしかして何択か何十択かとかで正解が1個しかないとか、そういう系の鬼畜系。それはやりたくないよ。はいはいはい、落ち着いて。中間ももらえるんだ、優しいじゃないですか。ねえ、おい、この先はまた何か敵がいるのかな。鍵がある、はい、鍵が2つある。はい、どっかに隠してあるとかだったらそれは鬼畜ですよ。鬼畜っていうか難しさのベクトルが全然違いますからね。それは許さんぞ。そして次はガリガリが出てきたか。まあ大丈夫でしょう。はいはい、お邪魔します。ここ上になんかあったりする。壁登っても何にもない。はい、あ、そういうこと、そういう系の鬼畜。こっちも上は行き止まりだったから確認してないけど、じゃあ左。中間からやり直そう。鬼畜だわー。はい、ゴール。いやー、超鬼畜なコースだったわこれ。あー疲れたー、もういいや。はい、次のコースとっとと行きましょう。超鬼畜コース、リュウさんのコースでした。はい、今日のラスト、こちらのコースは遊んで終わりにしましょう。30秒スピラン、ライキさんという方でしょうかね。ベストタイム24秒、クリア率は 2.86、 まあ難易度もタイムも余裕はかなりあるみたいですね。目指すは3回以内のクリア。うん、一発はね正直無理だと思う。よいしょ、3回以内にクリアできたら結婚するんだ。相手は、相手がいない。はい、その通りでございます。悲しいことを言わないで。こっちでいいのかな。ルートが分かりにくいけども、あれ PC ちょっとここで踏むのかな、どっちだろう。1回目、壁キックさっき見せちゃったんで、2マスの壁キックって意外と難しいんですよね。バーブを投げたらこっちに来て、ここはどうやったら早いんだ。壁キックは押しちゃうか、もうここで。はい、2回目、しまった、先の様子を見れなかったな。それ、あ、やばい、3回目やられてしまった。しまった、ここのパックの存在を忘れていた。見て、ほい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 、じゃあバーブを投げてから、あの、ここで壁キックで行くとちょっと早い。で、ここを押してみる。これでいいのかな。それで行くか。あ、やばい、スピードがないからパックに逆に突っ込んでしまう。やるね。あー、ごーもう笑うしかないね。はい、1、2、3、4、5、6、パウは速攻投げしてて、こうでしょ。 B スイッチ踏んだらここ真ん中に落ちていってもいいんだけど、ちょっと難しいから、まあ、焦らない焦らない。これでいいかな。この先までコインがつかま続いてないとダメとかだったら、だ、喋れない、もういい、今日ゴール。あー、残り3秒残してゴール。結構時間かかっちゃいましたね。マリオナンバーワン、フフー。あのね、さっきまでね家でカラオケやってたら喉が枯れちゃった。実況前に変なことしてごめんなさい。
30秒スピラン、ライキさんのコースを遊ばせていただきました。ありがとうございました。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。ゴールした後、頑張ってスピードランを作ってみたい。いや、これを遊んでみよう。終わりにするつもりだったんだけどね。あと一コース、ムササビさん。ネタって書いてあるけど、どんなコース？はい。ゴール。あ、この後か。そういうことか。なるほどね。ゴール後のスピランコース。これはこれで面白いわ。かなり凝ってますね。ゴールした後、頑張ってスピードランを作ってみたムササビさんでした。ありがとうございました。今度こそ、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。チャンネル登録まだの方は、ぜひチャンネル登録お願いしますね。それでは次回はあなたのコースに、くるくるくる。バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。